では、32週目の見通しを材料、カレンダーから追っかけていこうと思います。えー、稼ぎにくい週の後は稼ぎやすい週が入ってくるというふうにね、交互にこういった、状況っていうのが訪れます。まあ、ですんでね、悲観しないように難しい週間を先週は余儀なくされましたけども、なんといってもね、材料があれだけ入ってきて、しかも一つ一つが大きなインパクトを生むものですから。えー、またですね、 偶然ですけども、今回の材料っていうのは、すべて円高に直結するものばかりだったかなと思いますんで、これもなかなか珍しいですよね。まあですんで、セルの方に、まあ週刊のトレードのポジションを持っていた方っていうのは大きく利益を出したんではなかろうでしょうか。まあでもこれはね、 ななかなか予測できないいことだとだ思いますそして予測できたとしてもかなりの度胸が必要ですよね。まあセルでポジションを取った方、本当おめでとうございます。習、え、慣、ー、のトレードはまあ大にぎわいだったと思います。まあ、そう考えていくと、やっぱりね、 えー、デイトレードに向く週と、それが週間トレードに向く週ってのがあること、お分かりいただけたと思うんですよ。で、やっぱりこう、材料が激しく入るときってのは、これはね、えー、デイトレードには向かないんですけども、ある程度長期の週間とか月間というトレードには向いてるんじゃないかなと思います。まあ、月間トレードで言うならば、ここからセルの方向が見込みがあるかなっていうこと、これも合わせて考えていきたいと思いますね。えー、それでは32週目、行ってみましょうか。32週目は、5月、8月の5日から、 8月の9日までの5日間になります。えー、まずは、月曜日、8月5日ですけども、日銀の金融政策決定会合の用紙が発表されます。まあ今更ね、これが出たからといって大きく市場が揺れることはないんですけども、まあ改めて、この利上げってものがね、 どのような方向で行われているのか、これを細かい分析をしてくださるアナリストの方、そしてそれを報道するマスコミってものがありますけども、えー、トレードをするんだったらね、実際にこれね、自分の目で読んだ方がいいと思います。私の方でもまた解説をしようと思いますけども、とてもじゃないけどもね、すぐに解説はできませんので、えー、もしくは解説するかどうかっていうのはちょっとここではお約束できません。まあできるならやってみたいなと思うわけですけども、いやーなかなかね、これね、 読むののににもも解釈すするのにも骨が折れますんでねで個人的に読まれた方がいてこの部分はどう考えればいいんでしょうかっていうそういったご質問にはお答えしていこうと思います、まあ、その辺に当面させてくださいはいそして、えー、8月5日月曜日なんですけどもその発表があった後おそらくね多少の揺り戻しはあるんですけども基本的にはこの週も、まあ、セルの方向に向かうのかなというところでございますね、えー、今価格ってのが1 4 0円 146円の47から56の間でセルとバイの値段がついてますね。こちらの方は頭に入れながら。ですんで、146円の、まあ、半ばぐらいっていうところからスタートすると考えてください。えー、ですからこれがね、140、 う4 7円とか8円の方向に一旦向かいながらも大きく振りをつけて145円144円の方向に向かうかなっていうふうな、まあ、そんなイメージを今のところあるかなってところですまあ実際は月曜日の値動きを見てみないとわかんないですけどもねはいそして月曜日夜には ISM が出ますねこちらの方が今回の日本の 利上げに対してどのように反応するか、これを見ていきたいところですけども、まあすでにこれは7月のね、ISM ですから、直接は影響しないかなと思います。はい、そして火曜日なんですけども、ISM を受けての1日になります。はい。で、火、水と続きますね。市場は月曜日、まあ ISM があるんですけども、月火、水が一つの単位で進むと思っていいんじゃないですか。水曜日も大した材料がありません、ね。あ、木曜日もね、これないですね。 うん、で、金曜日がそのまま行きますんで、今回は特にマーケットがここで切れるよってことはなさそうですね。うん、はい。ということでね、ご覧のように激しい材料っていうのはね、ほとんどありません。IMS ぐらいじゃないですか。これ、月曜日の夜に出るやつ。うんまあ、ここに気をつけて、1週間過ごしていけばいいっていうことになりますね。はい。それからね、日銀の利上げに関してですけども、 こちらの方はどうメリットなのかデメリットなのかこちらの方の動画も作っておきましたので、えー、合わせてご覧いただければと思いますこちらにですね今回の日銀利上げの発表のメリットデメリットを挙げておりますそれぞれ3点にまとめてますね、えー、まずはメリットなんですけども1つ目インフレの抑制です 利上げによりお金の価値が上がり物価上昇を抑える効果が期待できますと。長期的には家計や企業の負担軽減につながる可能性がありますということですけども、インフレの抑制と言いますけどもね、まあ今インフレになってませんから、利上げってのは、まあインフレ時ではメリットになったのかもしれませんけども、まあ今のような情勢下ではやるべきではなかったのかなと思いますね。それから円高期待ってのがありますよね。まあこれはまさに今顕著になってるわけですけども、 利上げにより日本への投資が活発になり、円高が進む可能性がありますと。まあ、円高は10円ぐらい進みましたけども、円高は輸入品価格の低下につながり、消費者にとってはメリットとなるはずなんですが、今輸入物価が下がったと言っても、一旦値上げした商品の価格を一気に値下げに向かうようには、まあ、歴史上なってないんですよね。まあ、今回も せっかく仕入れ価格が下がったんだったら、その間に利益を稼いでおこうというね、各企業の思惑があります。価格ってのはね、やっぱりこう、一回上げると下げる方向にはならないわけなんですよね。これはですね、円高が進んだとて同じことだと思います。それから金融システムの安定化です。これはもうメリットとは言っても、ほとんどの日本国民には関係ありません。過度な金融緩和は、 金融システムの安定性を損なうリスクがあります。利上げは金融システムを健全化し、将来的な金融危機のリスクを軽減する効果が期待できますと。あくまで将来的なんですよね。今どうこうするっていうメリットは、ここに掲げられているようなものはね、ほとんどないということになります。それではデメリット、どういった点があるでしょうか。えー、まずはね、経済成長の鈍化です。これまさに起きてますね。利上げは企業の借り入れコストを増やし、 投資意欲を低下させる可能性があります。これにより、えー、経済成長が鈍化するリスクが高まります。という、まさにその通りで、倒産企業、これからも増えると思います。えー、当然、借り入れを行おうという企業も減ると思いますし、いいことは全くないですね。それから、物価の下落です、えーあ。株価の下落ですね。これまさに2000円以上の下落が落ちて、えー、とんでもないことになってますね。利上げは企業の収益悪化や投資家のリスク回避行動を促し、 株価下落にががる可能性がありますとまあ、4万円台をクリアした日経平均ですけども、これを一気に押し下げる効果があり、今は3万5千円前後になってますね。まあ、こういった日銀の失策、これはね、急断されてしかるべきだと思います。そして何と言っても、中小企業への打撃が今後も続きます。 中小企業はいつの世の中も苦しめられている一方なんですけども、今回は金融という面でね、資金が勝たれてしまうということにもなります。中小企業は大企業に比べて資金調達コストが高いために、利上げの影響を大きく受けやすいですと。資金繰りが厳しくなり、倒産する企業も増える可能性があるということで、まあ、私のところに寄せられた状況になると、やっぱり闇金っていうのがね、また流行り出してるみたいです。当然、今回の闇金っていうのは登録してません。 えー、本当にですね、えー、違法と知りながらお金を借りる違法としながらお金を貸すまあこういったところまで来てるわけなんですよで当然これは以前の闇金以上に地下に潜って実態がつかみにくいということになりますそして回収はむちゃくちゃ厳しいらしいですね、はい、まとめていきましょうか 日銀の利上げはインフレ抑制や金融システムの安定化といったメリットをもたらす一方で経済成長の鈍化や株価下落などのデメリットも伴いますということなんでまさにこの一行に、ね、まとめられていると思いますね。